こんにちはーアカデミー堀秀夫です、えー、今日はアマゾン輸出を始めるにあたって必要なもの、は、ま、じ、あ、めにね、えー、アメリカに納品する前に、まず、えー、日本でヤフオクで送ったり、あるいは日本アマゾンに商品を送ったりして、えー、不要品を処分しますけど、まあ、その時に使う商品、こちらのご紹介です。まずプリンター。 まあこれはある方がほとんどだと思うんですけど、まあ、なければね、えー、適当に売れ筋のものレ、えー、廉価版でも構いませんし、まあ、ちょっとねこだわりがあれば、えー、1万ちょっとのものでも構いません、まあ、高級機種はねあんまりいらないと思いますけど、まあ、手ごろに売れているベス,トランベストセラーランキング1 2位、3位ぐらいのまあ機種を選べば無難ですでコピー用紙、まあ、これは何でもいいです何でもいいんですけど、えー、あのー あまりにも安かった、安い店でね、古いコピーとか買うとね、え、これあの、紙詰まりとかの原因になりますんで、まあ普通にね、え、アマゾンで買うとか、まあホームセンターで買うとかいうので手に入れてください。で、ガムテープ。まあこれは何でもいいです。えー、透明のやつでもいいですし、紙タイプでもどっちでも構いません。で、それから、え、インクジェットラベル。これがですね、え、日本のお客さんだとですね、え、ー 剥がせるラベルを使わないと、剥がせないじゃないかというようなね、クレームになったりします。それなんで、剥がせるラベルを買うことをお勧めします。あとフィギュアなんかもね、ある程度金額高い、まあ、100ドル近いフィギュア、売るとき100ドル近いフィギュアなんかはね、箱もまあ取っとく人とかもたまにいるんで、まあ、剥がせるシールが無難かなという感じですね。 普通はこっちの剥がせるシール24メガ20枚入りの国用のやつでいいんですけどうちね本がたくさんあって処分するんだとかね CD がいっぱい持ってるって処分するんだという方はねこの100枚入りの方を買った方が経済的ですそれから段ボール段ボールはね別に余ってる段ボールあればそれ使ってもいいんですけどわざわざねスーパー行ってもらってきたりなんだりってやる場合は時間がもったいないんで買っちゃった方がいいです で、まあ、おすすめは、えー、この140サイズの段ボール、ねえー。5枚セット、えー。で、ページ開くとね、10枚セットとかも出てきます。で、もし、送るの本ばっかりだよという場合はね、140サイズにぎっちり詰めると重くなりすぎるんで、まあ、その日本に不要品を送るよう、えー、にはですね、この120サイズの方がいいです。えー、本とか、重いものを送るときね。フィギュアも、デカキはでかい方が安いんですけど、アマゾンの方がね、 150サイズ以下の箱で送れと、それと15キロ以下で送れ、重い場合にはね、重いと注意とかけという指示がありますんで、まあ、140サイズでね15キロ未満で送るっていうのが、えー、無難です。これは日本もアメリカも一緒です。まあ、そんな形で、まあね 初めてる時のときは、どうやって置くのかと、何に詰めるのか、そういう点なんかも気になると思いますのでね、まあ、これでまあちょっと分からない部分とか、もうちょっと確認したいとか、もうちょっと教えてくださいというのがあればですね、またお気軽にご質問ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。